ドライビールは辞書などによればアルコール度数を従来のビールより高め辛口に仕上げたビールのことである。ビールにおけるスタイルの一つ。最初のドライビールは1987年2月に順次発売を開始したアサヒビールのアサヒスーパードライである。その翌年に同業他社がドライビールを続々と発売したことでドライ戦争と呼ばれる。 熾烈な販売合戦、市場戦優率争いが行われた。ドライビールには明確な定義はなく、アサヒビールのアサヒスーパードライは、副原料としてコーンスターチを多量に配合し、発酵度が高い爆汁を発酵して、アルコール度数を高くしている。アルコール度数が高いので、見かけ上の残存エキスが少なくなっている。アサヒビールによれば、新開発した醸造法や酵母を用いて、 アルコール度数を高くしたり、味として、コク切れや、辛口が特徴になっている。アサヒスーパードライなどの要素が含まれたビールを指している。例として、アサヒスーパードライは、原料に占める爆芽の割合を低くすることで、アルコール度数を上げている。明確な定義がないことから、蒸気以外の条件や要素を含む、ドライビールもあり、事例として1989年には、 爆芽比率を高めた商品も各種発売された。アサヒスーパードライの最も大きな香味特徴は強い酸味である。この酸味はアサヒスーパードライに含まれる乳酸に由来する。日本の酒税法、酒税法関連法規では全種類に対して発酵、女性促進しまたは製造上の不足の危険を防止する等もっパラ製造の健全を期する目的で、 仕込み水または製造工程中に加える必要最小限の物品として乳酸などの有機酸と硫酸カルシウムなどの無機塩類を添加することが認められている。しかもこれらの物品は原料として取り扱わないので表示する義務がない。朝日スーパードライでどのように乳酸量が高められたのは不明である。厚生取引委員会と消費者庁が認定する。 ビールに関する構成競争規約、ビールの表示に関する構成競争規約にも、ドライビールに関する規定はない。朝日ビールの幹部技術者は、分析値によって、ドライビールを定義できないと述べている。1988年は、ドライビールの宣伝、販売競争が激化していたことで、テレビラジオ、新聞、雑誌など、あらゆる媒体に、ドライの表現が使用された。 これをマスコミはドライ戦争と表現して盛んに用いたことなどにより、1988年の新語・流行語大賞・流行語部門でドライ戦争は銀賞を受賞した。一部商品は日本国外でも展開しており、アサヒスーパードライは北米、欧州、アジアで現地生産、販売が行われているほか、韓国のハイトビールからハイト D が発売されるなど、 海外メーカーでもドライビールを製造する企業がある。他のアルコール飲料、発泡酒、第3のビール中ハイ、日本酒でもドライの要素や表現を用いた商品が展開されている。発泡酒ではサントリー、MD ゴールデンドライが、第3のビールでは、キリン、本格、カラ口麦やサントリー、ジョッキ製爽快カラ口やオリオン、スペシャル X が、 中杯では、サントリー、サントリー中杯、ドライや宝酒造、宝焼中ハイボールドライから口中杯などが、ドライタイプに分類されている。日本酒では大関、ワンカップ大関ドライや、キザクラ、キザクラ製ドライ、白ツル酒造、白ツルドライなどが発売されていた。ドライの表現は、アルコール飲料以外の商品にも用いられ、ソフトドリンクで、キリンビバレッジ、 キリンレモンドライ、サントリーフーズ、ペプシドライを発売した。またファーストフードで、ファーストキッチン、ドライバーガーなどの発売やカップ麺で、東洋水産、マルちゃん金色のドライ、カレーラーメンなどの発売事例がある。朝日ビールは1980年代前半から中盤にかけて低迷していたが、社長に村井勤が就任してから様々な改革を行っていた。 そして1984年と1985年の市場調査の結果、消費者はビールに警戒、飲みやすさ、コク切れを求めていると判明し、それをもとに味を刷新した朝日製ビールを1986年に発売、シェア10%台に回復した。このコク切れのコンセプトを進展させたのが、1987年に発売された世界初の辛口ビール。 アサヒスーパードライである。新しい日本の食生活に対応した、軽快で飲みやすいビールを目指して開発されたもので、生産は品質の安定や向上を目指して、新しい商品企画や製造技術標準を導入し、CM には国際ジャーナリストの落合信彦を起用。発売と同時に、製品の確保と出荷調整に苦労するほど売れる状態となった。 同年の販売数量実績は1350万ケースで、それまでサントリーのモルツが持っていた新商品初年度の販売記録200万ケースを大幅に更新し、同年12月26日の日経流通新聞62年ヒット商品番付においてスーパードライは1987年の東横綱に選ばれるほどの大ヒットとなった。スーパードライのネーミングの スーパーは根拠もなく商品を優れていると言っているので有料5人のネーミングでビールの表示に関する公正競争規約に違反していた。朝日社も当初から違反を認識していた。そこで銀行から派遣されていた当時の社長が大倉省から甘くなっていた副所長に大倉省への工作を命じた。大手ビール会社の業界団体であるビール酒造組合が 大倉省へ、厚生取引委員会の裁定を仰ぐことを事前に、相談に行った。すると、大倉省は、ビール酒造組合に対して、ことを荒立てずに、さらに話し合うようにと指導した。アサヒビールの工作が功を奏し、アサヒスーパードライはは使われ続け、後にアサヒは、スーパーイーストも発売した。アサヒスーパードライのヒットを受け、この状態に歯止めをかけるべく、 競合三社も追随して、翌1988年1月にドライビールの発売概要を発表。これに対し、アサヒビールは1月に知的所有権侵害の問題として、名称、ラベルがスーパードライに似すぎており、消費者に誤解を与えるという抗議文を内容証明でキリンと札幌に送付するなど、ドライビールの名称について議論が行われたが、競合各社が、 名称変更し朝日が情報したことで同月中に収束した。この論争が加熱して新聞などで報じられたことでドライビールに関する消費者の認知度が高まった。2月以降から各社からドライビールが発売された。他社のドライビール発売がスーパードライ新発売から約1年遅れた理由としてビール新商品の開発、試作、生産には 時間がかかることや、1980年代において、主力新商品の発売は、本格シーズン到来前の春が恒例であったことが、挙げられている。アサヒ以外の3社の動向は次の通りだった。各社が発売した、ドライビールは想定以上の需要が押し寄せ2月下旬には、品不足状態となったが、アサヒは、前年から需要拡大の販売計画を立て供給力に余裕があったことから、 他社の潜在需要も在庫があったスーパードライに流れた。さらに朝日は生産能力の向上に努め、スーパードライに傾斜した生産体制をとり、他社もスーパードライの独創体制の阻止を図るため、ドライビールの生産増強や反則、宣伝活動に注力した。この状態をマスコミはドライ戦争と表現して盛んに用いた。ビール業界の間では、 前述のように先々を見据えた展開を行った、朝日がドライ戦争の勝者となると序盤戦から予想されていた。同年6月27日、朝日は新聞各紙においてスーパードライの広告掲載を行い、この味がビールの流れを変えた、の表現が事実上のドライ戦争の勝利宣言と捉えられて大きな反響を呼んだ。 同年夏の需要期には朝日を含めた各社ドライビールの品薄状態が目立つようになっていたが夏商戦も引き続き朝日が有利に展開したその結果が明らかになり始めた8月終盤から新聞においてドライ人気は一時的ドライ人気に秋風ドライに陰りといった見出しが目立つようになり競合他社はドライビールは一過性のブームと捉えていたことから 同年後半はドライ変調戦略を改めて従来の主力商品に力を入れたり新たな次期主力商品を模索し始めるなど朝日以外の各社はドライビール戦争から戦線離脱した状態となった他社が発売したドライビールの売り上げで1988年は従来の新製品と比べると好調の部類に入り1988年の ドライビール市場は1億5000万ケースの規模となり前、ビール市場における割合は前年の3%から34%と急上昇した。一方でドライ以外の銘柄が売り上げ低下する共食い現象も発生したり、前年にドライビールイコールアサヒスーパードライのイメージが消費者にて形成されていたことで他社がドライビールを宣伝しても客は 元祖のアサヒスーパードライに流れる状況となっていた。結果的に時代の新たな潮流を生むと確信して、ドライビールに取り組んだアサヒが圧倒的支持を受け、1988年の販売数量実績で7500万ケースを記録したアサヒスーパードライの勝利でドライ戦争は終了した。この好影響を受け、同年のビール市場占有率でアサヒは 札幌を抜き2位に上昇した。ドライ戦争は他にも影響を及ぼしており、亀田製菓の柿の種はビールに合うおつまみとして需要が拡大、定着するなどの要因で同時期において売り上げは3倍弱の伸び率を記録した。1997年に JR 貨物所有の鉄道コンテナとタイアップして全国展開したラッピングコンテナ。反対側面も同じである。 1997年に JR 貨物所有の鉄道コンテナとタイアップして全国展開したラッピングコンテナ。反対側面も同じである。ドライ戦争後の1989年においてドライビール市場の規模はあまり変化せず、販売数量全体の2、3がスーパードライでた銘柄は大幅に減少した。1990年代以降も朝日スーパードライを主体とした。 ドライビールは消費者に定着したビールの一つになっており、ドライビール市場は1988年から2010年代において1億ケース以上の規模と需要を継続している。ドライ戦争の勝者となったアサヒビールは引き続き、ドライビールに固執、集中した展開を進め、スーパードライが一時期停滞したものの1993年から2000年まで成長を続け、 2000年代後半から2010年代前半においてもビール類市場において高い比率を誇る定番ブランドとなっている。ドライ戦争で敗者となったアサヒ以外の各社は発泡酒や第三のビールにチャンスを見出していくことになる。発泡酒市場において1990年代後半までに他社は参入して活発な展開を行う中、同社だけ参入が2001年と遅れたのは 爆芽使用率の低い節税型発泡酒がスーパードライと類似する面から競合の可能性によって躊躇したり難色を示したとされる。実際に朝日発の発泡酒本賞発売後の初期段階でスーパードライの売り上げが10%以上減少し自社製品同士の競合状態となっていたが結果的に本賞効果によって2001年のビール類市場占有率において 朝日がキリンを抜き主位となった。一方で他社においては発泡酒でドライタイプの製品を発売している。サントリー、ホップスドライ、スーパーホップスマグナムドライヤ、サッポロ、冷製辛口、キリットシン、辛口、聖夜、麒麟、とこなセイエクストラドライマイナスが発売されていた。朝日においてもドライヤ、辛口の表現はされていないが、スパークスや、 クールドラフトという名称でドライ系発泡酒の販売を行っていた。また、第3のビールにおいても同様の製品が発売され、キリン、本格、辛口麦やサントリー、ジョッキ製爽,爽快辛口からより辛口タイプに変更、やサッポロ、ダブルドライが発売されている。2000年代に入ってサントリーが使用していたスーパーマグナムドライ、スーパーチューハイドライなどの名称が、 アサヒスーパードライに告示との理由で、アサヒが商品名の使用中止を求め警告書をサントリーへ郵送。これで解決しなかったため、アサヒがサントリーを提訴し、それに対し、サントリーが営業上の信用を害されたとの理由でアサヒを逆提訴した問題が発生したが、サントリーが2003年5月末までに表記を変更することで和解し、サントリーの逆提訴についても、 アサヒとの和解が成立し、両者は相手方に対する損害賠償請求を放棄した。ドライ戦争のように、アサヒが新要素を全面に出した新商品を発売し、好調な売上を記録して新たな市場が形成され、先行優位状態となった後に他社が同類の新商品で追随するパターンは2000年代後半にも発生しており、機能性発泡酒で、 糖質ゼロを前面に出した、アサヒスタイルフリーを2007年3月に発売し、好調であったことから2008年には、キリン、キリンゼロ、サントリー、ゼロ生、サッポロ、ビバライフが発売されており、この事例を一部では、糖質ゼロ戦争と表現している。ありがとうございます。